まあまあ、よろしくお願いします。もう本当にただプレイするだけっていう。まあ前置きが長くなってもあれなんで始めましょうか。一応クリア後もやりたいかな。宝箱を開けたとき、冒険が始まる。それは時と闇をめぐる探検隊の物語。ポケモン不思議のダンジョン、闇の探検隊。はい、よろしくお願いします。というわけで、どうも皆さんこんにちは。YouTube ではジョイジョイマックス、ニコニコ動画ではセロガンと申しているものです。というわけで今回はポケモン不思議のダンジョン闇の探検隊をの、本編ですね。はい。ストーリー実況の方をしていこうかなと思います。ご視聴よろしくお願いします。僕自身ちょっと空の探検隊はプレイしたことあるんですけど、まあまあ、まあ、キプレイですがね、ちょっとまあ最初に言っておくと、まあ多分未プレイの人もいると思うんで、まあネタバレに関しては、僕もしませんし、皆さんもまあ、ちょっと気を使っていただければなと、思います。はい。1時間ぐらいで売っちゃったっぽいな。じゃあやっていきましょうか。ようこそ。ここはポケモンたちの世界へ通じる入り口だ。この扉の向こうには君の知らない様々な冒険が待ち受けていることだろう。でも冒険に出る前に君にいくつか質問があるんだ。素直な気持ちで答えてくれ。準備はいいかな？では質問スタート。来た。懐かしいですね。これで主人公が決まっていくという感じなんですが、じゃあ僕の性格検査していきましょうか。もうちょっとね、僕もやったの1年前ぐらいなんで、かなり性格が変わってるかもしれないですね。向こうで友達が楽しそうに話している。君は、聞き耳を立てる。勘違いすることがよくある。あるね。買い物をしていたら店の人がいまいちな商品を勧めてきた。とても感じの良い人なんだけど。まあ、やんわり断る。大好きな人に告白したい。君ならどうする？とりあえず遊びに誘う。かっけ。いたずらをして気を引く、大好きだと大声で叫ぶ。怖くて何もできない。あー、なんかどれも当てはまらないな。なんかそれとなくアプローチするんだけど。それとなくさ、なんかいいねとかさ、リップとか送ってアプローチするんだけど。なんか別にそんな、なんかどれでもないな。うん、大好きだと小声で叫ぶみたいな感じかな、印象としては。じゃあこれにしましょうか。しょっちゅう怪我をするタイプ。いや、俺怪我全然しないよ。約束をドタキャンすることは、いや、俺絶対約束守らないじゃない、守るから。約束は破りません。うん、嬉しいことがあるとついつい踊り出しちゃう。なんだこいつ、俺のこと知ってんのか。踊るよ。俺が踊りをやっている人間だということを見透かされている。夜のお墓に肝試しに行ったらずぶ濡れの女の人が立っていた。君はどうする？逃げ出す？変装してるんでしょ？死んだふりをする？まあ逃げるかな。逃げる。男の子、女の子。いや、男です。はい、はい、君のこれね、これちょっと待って、上画面見せるか。波動とは君の体が発する見えないエネルギーのことだ。心を落ち着けて、タッチスクリーンを指で押してくれ。これなんか、これでパワーをやるんでしょ？そう、そのまま。これ長押しじゃないと思ってたんだけどさ。君の波動が分かった。はい。これ俺の体温とかでバレてんのかな。ズバリ君の波動はパワフルオレンジ。出た、パワー系だった俺は。
パワフルオレンジだったんだけど。いろいろ答えてくれてありがとう。パワフルおじさん。いろいろ答えてくれてありがとう。とんでもねえパワーで押してたからな、俺今。DS ぶっ壊れる力でクリックしてたから。いろいろ答えてくれてありがとう。君はどうやら。とても穏やかな人のようだ。あ、よかった。なんか、情緒不安定とか、俺大体性格検査したら情緒不安定って言われるからな。はい。思いやりがあって自分のことより友達のことを考えてあげる。あ、それは嬉しいですね。友達が失敗しても笑って許してあげるくらい心の広い心の持ち主。でも感情に流されてしまうと損することもあるから気をつけてね。お、感情的だってこともバレてるね。感情的だということもバレてる。そんな穏やかな君は、さあ何が来るか。ほい、チコリータ。マジか、オスのチコリータになっちまった。なんか俺チコリータってメスなイメージがある。チコチコつって、あのサトシの可愛いチコリータみたいな。お、チコリータになっちまった俺。あ、これ初めからやっていきます。ようこそいらっしゃいました、ゆっくりしててください。そっか、俺チコリータだった。俺チコリータだったわ。そして最後にオスチコリータとか新しくね。そして君のパートナー教えてくれないか。あー、これ好きに選べるんだ。俺前回アチャモだったんだよな、空の探検隊やった時。あー、選んだことないのがいいね。ワン、ツー、スリー。あ、ピカチュウだった。わかりました。じゃあピカチュウにさせていただこうかなと思います。はい、ありがとうございます、ご協力。こう配信ルーレットも使っていきます。あ、なんかめっちゃ可愛い、いいポケモン選んだね。俺なんかこういう主人公らしい主人公を選んだの初めてかもしれん。ピース、かっこいい。これよくない？男でも女でもさ、ピース、この平和の象徴みたいな。まあちょっと俺が裏でメタルギアソリッドピースウォーカーをやってたからっていう、パスパスみたいなね。ちょっと俺がメタルギアやってたからってのもありますけど、まあピから始まるし、ちょピースっていう名前で、こう平和の象徴、そんな名前で行こうかなと思います。オセロットみたいなな。うん、 OK、 準備完了だ。ではいよいよポケモンたちが住む世界へ出発だ。頑張ってくれ。自動書く方法。あ、ちょっと画面元に戻してない。おい。画面元に戻します。嵐の海で。うおだ、大丈夫か。は、離してはダメだ。もう少し、なんとか頑張るんだ。ダメだ、このままだと。うわー、あ、ちょ、言い忘れてましたけど、フルボイスなんで。あ、ちなみに僕のポケモンダンジョン、フルボイスなんで、よろしくお願いします。はい、フルボイスです。うん、上画面だ。ここは？ここはどこだろう？チコリータか、俺。オスだぜ。ダメだ。意識が、うん、いや、いいよね、これ。いいドット絵。で、ドット絵めっちゃ綺麗だよね。あ、かわいい。オスかな、多分。どっちなんだろう。いや、こんなことしてたらダメだ。今日こそ勇気を振り絞らなくちゃ。ポケモン発見、ポケモン発見。懐かしすぎる。誰の足型、誰の足型、足型はピカチュウ、足型はピカチュウ。わあ、懐かしい。びっくりした。ふう、ダメだ、結局入る踏ん切りがつかないや。今日こそと思って来たんだけど。かわいいな。この宝物握りしめていけば勇気も出るかと思ったんだけど。ああ、ダメだ。僕ってほんと、臆病者だよな。情けないよ。やっぱオスだな。すごいなんかドット絵が、特徴的なドット絵だな、ピカチュウ。出た。
おいズバット、今の見たかよ。ああもちろんだぜドガース。さっきうろうろしてたやつ、あいつなんか持ってたよな。あ、あれはきっとお宝かなんかだぜ。狙うか。おう。まあ、なんかこういう悪い奴らがいると、この世界には。綺麗だな。この最初のシーンがすごい心に残るんだよな。やべえ、ちょっともうなんか最初から感動で実況ができないかもしれない。やばいやばいやばい、このシーンはすごいいいシーンなんだな。ちょっと。わー綺麗だ。すげえ、本当に綺麗なんだよな。ドット絵とは思えないこのクオリティ。ここは天気がいいといつもクラブたちが夕方に泡を吹くんだけど、そうだからこのクラブの泡で綺麗な海岸、そんな場所でピカチュウのピースが黄昏れているというシーンですね。夕日の海に泡がたくさん重なって、ほんといつ見ても綺麗だよな。僕落ち込んだ時は決まってここに来るんだけど、今日も来てみてよかった。ここに来るといつも元気が出てくるよ。ん？あれ？なんだろう？こんにちは、僕です。わっ！誰か倒れてるよ。君どうしたの？大丈夫？あ、気がついた。よかった。ここは？動かないから心配しちゃったよ。君ここで倒れてたんだよ。倒れてた？自分が？僕はピース。かわいい。いいな。多分手ピースしてるんだろうな。よろしくね。それで君は？ここら辺じゃ見かけないようだけど。え？人間だって？でも君どこからどう見てもチコリータだよ。ほんとだ。確かにチコリータになってる。でもどうしてだろう、何も思い出せない。君なんか怪しいな。疑われてる。もしかして僕を油断させて騙そうとかしてる。本当に？じゃあ名前は、名前はなんていうの。名前、そうだ、名前は、はい、まあそんな感じで。まあまあ、セロという名前をねいつも使わせてもらってるんで、今回もちょセロにさせていただこうかな。もう即決、即断即決電撃戦術、それでいきます。じゃあ行こう。セロっていうの。うん、どうやら怪しいポケモンじゃなさそうだね。ごめんね、さっきは疑って。というのも最近悪いポケモンが増えててさ、いきなり襲ってくるポケモンもいるし、なんか最近物騒なんだよね。来た。いた！おっと、ごめんよ。なんなの、いきなり。わからないのかい？お前に絡みたくてちょっかい出してるのさ。え？それお前のもんだろ。あ、あ、それは悪いが、これはもらっておくぜ。はあ！け、てっきりすぐ奪い返しに来ると思ったが、なんだ、動けねえのか。意外と育児なしなんだな。さ、行こうぜ。じゃあな、弱虫くん。へへ。悪い奴らだよ、いきなり。ぶん殴りに行こうぜ。俺も力を貸すから。ああ。どうしよう。あれ、僕の大切な宝物なんだ。あれがなくなったら僕は、こうしちゃいられない。なんとか取り返さなきゃ。君手伝ってくれる？おおともや。本当に？本当に手伝ってくれるの？ありがとう。早く行こう。まあ、このように、なんか一人では、あまり何もできないというそんなピースですが、まあ、僕も力を貸すことによって一緒にまずは謎の石板みたいなものを取り返しに行くということですね。はい、というわけでどうも皆さんこんにちは。まあ見慣れたポケモンの画面です。じゃあやっていきましょうか。まあこれが俺のいつものスタイル。まあそんな感じでポケモンダンジョン、まあちょっと最初はね少しチュートリアル的な感じなんで、まあサクサク進んでいきましょう。そう、結構ねそのこのチュートリアルの時にいろんなアイテム使ったりとかこうやっとかないと
そのなんかね、すげえ後半戦にチュートリアルが表示されて、俺まだチュートリアルクリアしてなかったんかみたいなそういうことが起こるんだよね。でこうあんま調子乗ってやってると、これあの調子乗って速折りしてると、あの単純にこれストーリーってレベル持ち越しなんで、単純にレベルが足りないっていうこともねありえるんで、そのレベル上げに関してもねそこそこしていかないといけない。尻尾を振るか、よいしょ。そう、まあ、レベル上げに関しても睡眠のためこうあの道具とかもね全部拾わないとあのチュートリアル登録みたいなされないんでね。来た、おおい、おやおや、誰かと思えば弱虫くんじゃないか。盗んだもの返してよ。あれは僕にとってとても大事な宝物なんだ。ほう、宝物、やっぱりあれはお宝なんだな。思ったより値打ちがあるのかもしれないな。どこかに売っ払えば高い値がつくかもしれない。け、余計返せなくなったぜ。返してほしけりゃ腕ずくで来るんだな。さあ、まず最初のこのボス戦というか中ボス戦というか、じゃあ行きましょうか。まあ鳴き声ぶっぱ2対1なんだな。鳴き声打っていきましょう、どんどんね。知らない、俺もちょっとあのこういう勝負はガチで戦うんでそういうの知らない。あー、毒にしてきやがった。まあ HP 的に毒になったところでそんな痛くないだろう。わ、なんか麻痺した、強いな。で、普通にピース強いんじゃないかこれ、うん、うわ、ちょっと鳴き声ぶっぱでまず敵の、うわ、強え、鳴き声弱っ思ったより鳴き声使う必要もなかったかもしれない。ちょっとずっとピースが鳴き続けてるんだが弱え、なんだこいつらは。たまげたな、いてててて、やっぱり小物じゃないか。やっぱり小物じゃないか。やられた。くそ、こんな奴らに負けるとはな。ちこれは返してやるよ。け、まぐれで勝ったからっていい気になるなよな。覚えてろ。あの、しまっちゃうおじさんが持ってく時の効果音な。遺跡のかけらだ。よかった、僕本当に取り返すことができたんだ。これも全てはセロが手伝ってくれたおかげだよ。うわ、かわいい、この涙目ピカチュウ超かわいい。ありがとうセロ、よかったな取り返せて、本当にありがとうね。つい成り行きで助けちゃったけどよかったのかな。でもまあいいよね、あんなに喜んでるんだし感謝されて悪い気分はしないよね。さっき盗まれたものだよ、これ遺跡のかけら、僕の宝物なんだ。僕前から昔話や伝説が大好きでさ、そんな話を聞くたびにワクワクするんだよ。だってそう思わない？謎の遺跡や隠された財宝、闇の魔境や誰も行ったことがない新しい大陸、そんなところには黄金やお宝がザックザク、そこにはきっとロマンがある。僕いつもそんなことを考えてはワクワクしてるんだよ。そしてある日ふとしたことで拾ったのがこの遺跡のかけらなんだ。一見ガラクタにも見えるけど、よーく見てごらん、ほら不思議な模様が描かれてるよね。ほんとだ、確かに不思議だ、こんな模様見たことない。この模様にはきっと意味があるに違いないよ。このかけらが伝説的な場所や秘宝への入り口になっている、そんな気がしてならないんだよ。だから僕も探検隊になってこのかけらがはまる場所をいつかは発見したい。僕自身でこのかけらの謎をいつか解きたい、そう思ってさっきも探検隊に弟子入りしようとしたんだけど、でも僕育児なしでさ。セロはこれからどうするの？記憶をなくしてなぜかポケモンになっちゃったってことだけど、この後どこか行くあてとかあるの？もしないならお願い、僕と一緒に探検隊やってくれないかな。セロとなら探検隊をやれる気がするんだ、だからどうかな、ねえお願い。ああどうしよう、なんかいきなり頼まれちゃったよ。だいたい探検隊ってのもよくわかんないけど、
どうしよう。いやまあ俺人間だしね。やっぱさ、記憶はなくしてるけど、なんかやっぱ会社員とかだったら、やっぱ仕事休むわけにもいかねえしな。やっぱこっちに長居するわけにもいかないけど、帰る方法もわかんないし、どうしよう。一緒に探検隊をやってみる？まあでも帰る方法もわかんねえし、探検隊やっか。まあ確かに行くとこもないし、これからどうしていいのかもわからないしね。とりあえずはこのピースと一緒にいるのがいいのかも。一緒にいるうちに自分が何者なのかも分かってくるかもしれない。よし決めた。え、本当？一緒に探検隊やってくれるの？まあ、お前がいいやつそうだからだぞ。勘違いするなよ。誰とでも俺はやるってわけじゃないんだからな。やった！かわいい。ありがとう。僕たち絶対いいコンビになるよ。よろしくね。まずはプクリンのところに行って弟子入りしよう。そこで一人前の探検隊になるための修行をするんだ。修行はとても大変そうだけど、でも頑張ろうね、セロ。えいえいおーみたいなね。じゃあ行くか。ピースとセロの探検隊が結成されました。そしてそれはこれから起こるであろう遥かなる冒険への入り口だったのです。ん？これはおそらくオープニングですかね。ポケモン不思議のダンジョン闇の探検隊行くぞはい、記録します。やるか。じゃあそれでは進んでいきましょうか。めっちゃ記録してる。チャプター2、ギルド入門。ここがプクリンのギルドだよ。探検隊になるならまずここでチームを登録して一人前になるまで修行しなくちゃならないんだけど。ブルブル、なんか怪しげなところだよねやっぱり。なんかその小さな建物にとてもポケモンたちが入れるとも思えないしな。なんか牢屋みたいな鉄格子だし、しかも落とし穴みたいなな。なんか網も張ってある。いや今度はセロも一緒なんだ。勇気を出さなくちゃ。ポケモン発見、ポケモン発見。誰の足型、誰の足型。足型ピカチュウ、足型ピカチュウ。はあいやここは我慢しなくちゃ。そりゃ誰でもこんな覗かれた、下から覗かれたらビビるよな。一体誰が覗いてんのかわかんないし。よし、そばにもう一匹いるな。お前も乗れ。多分セロのこと言ってるんだと思うよ。ここに乗れって。なんかちなみに上画面これこんな感じで、この穴の、これ絶対さ、これ絶対なんか暇夏とか落ちるよねこの穴。これなんか乗れないポケモンいそうだけど。まあいいや、ベトベトンとかなんかろ過されそう。なんでもないです。はい、うん、穴の上に細かい格子が貼ってあって、誰かが上に乗っても落ちないようになってるんだけど、でもなんか妙なんだよね。あそこの上に立ったら足の裏がこそばえそうというか、こちょばされそう。おい、そこのもう一匹早く乗らんか。これは多分あの声じゃない。ポケモン発見、ポケモン発見。誰の足型、誰の足型。足型はどうした、どうした、見張り番、どうした、見張り番、見張り番のディグだ。どうしたんだ、落とせよ。すごい両画面でちゃんと表現されてる。いた、よう見えるわ、目いいな。足型は多分チコリータ、多分チコリータ。なんだ多分って。だってこの部屋、この返事や見かけない足型なんだもん。かわいい。あ、もう情けないな。足の裏の形を見てどのポケモンか見分けるのか。リグだ、お前の仕事だろ。そんなこと言われてもわからないものはわからないよ。なんか揉めてるのかな。待たせたな。かっけ。絶対そんな声じゃない。
まあ確かにチコリータはここらじゃ見かけないが、でも怪しいものではなさそうだな。よし、いいだろう、入れ。ひゃー、緊張してるくせいかいちいちびっくりだよ。でも入れるようになったみたいでよかったね。まだドキドキしてるけど、とにかく行ってみよう。そう、じゃあそれでは入っていきましょうか。こんなところに地下の入り口が。そうなんですよね、このあの建物の中にいるんじゃなくて地下にいるっていういますね、重要人物たちが。わあ、ケムストオオスバメに食われるよ多分これ。やっぱこれネタバレとかでもなんでもなく、これはケムスト多分オスバメに食われそうな気がする。ここはフクリンのギルドか。ポケモンたちがたくさんいるけど、みんな探検隊なのかな。おい、あ、おい、そんな声じゃなかった、さっき入ってきたのはお前たちだな。はい、私はペラップ、ここらでは一番の情報通であり、フクリン親方一の子分だ。勧誘やアンケートならお断りだよ。さあ帰った帰った。違うよ、そんなことで来たんじゃないよ。僕たち探検隊になりたくて、ここで探検隊の修行するために来たんだよ。え、探検隊。今時珍しい子だよ、このギルドに弟子入りしたいとは。あんな厳しい修行はもうとても耐えられないと言って、脱走するポケモンも後を絶たないというのに。ねえ、探検隊の修行ってそんなに厳しいの。はっ。いや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 、そんなことないよ。探検隊の修行はとっても楽ちん。そっか、探検隊になりたいなら早く行ってくれなきゃ。なんか急に態度が変わったね、ブラック企業。ザ・ブラック企業。じゃあ早速チームを登録するからついてきてね。何してんの、こっちだよ。さあ早く。じゃあついていきましょうか。確実に焼き印を押される肩あたりに。ここはギルドの地下2階、表に主に弟子たちが働く場所だ。チームの登録はこっちだよ。さあ、わ、ここ地下2階なのに外が見えるよ。いちいちはしゃぐんじゃないよ。このギルドは崖の上に立っている、だから外も見えるんだよ。へえ、崖をこう切り崩して窓のようにしてるってすごいよね。さあここがフクリン親方のお部屋だ。なんかツバメの巣みたいな。くれぐれも粗相がないようにな。親方様、ペラップです、入ります。フルボイスなんで許してください。親方様、こちらが今度新しく弟子入りを希望している者たちです。親方様、いや、僕プクリン、ここのギルドの親方だよ。探検隊になりたいんだって。じゃあ一緒に頑張ろうね。とりあえず探検隊のチーム名を登録しなくちゃ。君たちのチームの名前を教えてくれる。え、チームの名前、クソテンション高いから。福林親方はテンションが高め、尾行、これ尾行ですけど、チームの名前なんて考えてなかったよ。ごめん、俺も実況やるって言ってんのにチーム名考えてなかったんだけど。どうするかな。セロ、なんかいい名前ある？そんなこと言われてもな。そんなこと言われてもちょっと名前が決まらない。どうしよう。